どうも、こんにちは。今ブラインシュリンプを稚魚たちにあげてます。大体もうこんくらいの量ですね。一日朝と、まあ、晩2回ですかね、まあ、時間帯は特に決まってないんですけど、ブラインシュリンプの方をあげてますけども、でこの中にですね、ブラインシュリンプだけじゃなくて、こういうちょっともうこれもう使えなくなったんですけど、ゾウリムシを育ててる、この中にゾウリムシがまだ生きてる、ゾウリムシ今目視で見たらですよ、たくさんいたんで、もう入れちゃいますけども、うまくできてるのはこっちの方なんですけど、もうこう緑になってくるとですね、要は基本的にも太陽光を当てちゃうともうこうなっちゃうんですけども、いちいちもう日陰に置いとくともうめんどくさいですし、結構太陽光を当てて水温がですね上がるとゾウリムシも一気に繁殖してくるので、自分はあんまり気にせずにやってまして、こんな感じでブラインシュリンプも入っていれば、自然のゾウリムシとかもたくさん入ってるっていう感じの環境を常に作ろう。見た目はですね、見た目は悪いんですけども、いろんな栄養素を補給してほしくて、結構ですね汚いんですけど、こんな感じでゾウリムシもうダメになった、もう緑になってくるやつからどん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 入れてます。もう結構ですね、今動画に映ってないかもしれないですけど、どん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 稚魚たち大きくなってきてくれるんで、あんまりゾウリムシは栄養補給にはならないと思うんですけど、おやつ程度に食べてくれればいいかなと思います。やっぱりメインはブラインシュリンプですね。メインはさっき与えたブラインシュリンプを1日2回与えるだけなんですけど、でその他にここですね、見えますかね、ミジンコです。こいつをとにかくもうどん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 大量にあげてます。でミジンコがですね、なかなかもう数が減ってきたというか、追いつかなくなってきたので、今日はミジンコ用の入れ物をですね、ちょっと増やしてまた増殖していこうと思います。で自分のミジンコの作り方は、これもミジンコ作ってるんですけども、このくらいの白い発泡スチロールの中に夏場は入れてたくさんミジンコ作ってるんですけど、今はまだ春なんで水温の方も上がりきれないし、日照時間も長いんですけど、それでもまだまだね、ミジンコの出来上がるスピードっていうのが、繁殖というか増殖するスピードが遅いので、でその中で早いミジンコがたくさんできる船がこの透明水槽なんですね。要は日中ですね、たくさん光をもう上だけではなくて、こういうのは上だけじゃないですか、光当たると。これはもう全面から光を吸収できるので、なんかやっぱそういう兼ね合いで、こういう短期間でたくさん、こんな感じでバン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 増殖、こっちにもですね、たくさんいますよ、増殖していってくれてる感じですね。でちょっとこのペースをですね増やしたいということで、ちょっと試しにこいつはどうかなっていうことで、ちょっと今ホームセンターから買ってきて、こいつでちょっとミジンコをですね、また作ってみたいなと思う。今もうミジンコメインのミジンコ増殖所がこの2つしかないので、もう1つ増やしてちょっと様子見てみたいなと、思います。で保温もなんかこれ蓋もセットに売ってあったんで、もう蓋いらんなと思ったんですけど、一応試しにかぶせてみようっていうことで、空気が入るようにこう穴は開けてるんですけども、この NC75 っていうやつですね、これでちょっとミジンコをまた作っていきたいなと思います。でこのミジンコですね、どう育ててるかっていうと、もう簡単です。何でも増えますよ、もう金魚のこういうですね、自分今産卵準備で空いてる船がたくさんあるんですけど、この汚い船ですね、こうやってもう金魚は1匹も入ってないんですけど、こういう古水をこの中に入れます。まあ一番いいのはグリーンウォーターですね、こういう青水をこの中に入れて、あとはミジンコの親魚ですね、ここからちょっとこの中に入れておくと、どうでしょう、でも1週間もすればさっきのうじゃうじゃっている動画のように、なってきますっていう作業をちょっと今からしていきたいなと
思います。特にですね、エアーとかも入れずにこれだけね増殖するんですけども、今回ちょっとこいつにはエアーを入れてみてもいいかなっていうことで、ちょっとエアーが届く場所に移動します。ちょっとこの辺で日当たりもいい場所で、でこの穴にエアーを突っ込んでですね、ちょっとやっていきたいなと思います。こんな感じで、ミジンコの住みかを作りました。一応こっちにもちょっともう一箇所作ってみようということで、こっちにも作ったんですけど、一応この青水の栄養分をミジンコが食べて、だけどミジンコ入れるとですね、この青水がすぐ飛んでいくんですよ。多分ミジンコがなんかね食べてるんでしょうね、栄養素を食べてるんでね、こういう金魚の使った古い飼育水っていうのを使うとどん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 増えていくらしいです。自分も実際よく何が増えるか分かんないんですけど、もしくはの PSB ですね、この PSB を入れたり、あとエビオス錠ですね、ミジンコとかゾウリムシを増やすエビオス錠の錠剤を入れたりするんですけども、あと一つですね、自分は結構この鶏粉っていうのを使います。発酵鶏粉ですね、発酵鶏粉、これもね結構ミジンコのいい餌になってて、これがちょっと匂い臭いんですけど、糞ですからね、これをパラパラっとこうやって入れるんですよ。ちょっとこっちにも、こっちにも入れとくかな、こうやって入れます。本当はですね、自分もうめんどくさがり屋なんで、こうやって手でバッと入れるんですけども、本当ならばそのなんかティーカップとか、よいしょ、ティーカップとか靴下とかですね、なんかこして入れた方がね、入れてる方の方が多いんで、あんまりこれは真似しない方がいいと。自分もめんどくさがり屋なんで、もう下砂だらけになってもいいかと思って、鶏粉を定期的に、入れています。まあミジンコがたくさん湧く田んぼとかでもそうなんですけど、下泥やけんミジンコにとってはいいのかなと思って、結構バン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 気にせず、見た目は気にせず入れてますけど、まあとりあえずこれで湧いてくれたらいいかなと思います。よし、とブレンドします。混ぜて、よし、同じく、ちょっとこっち入れすぎですね、抹茶色です。ミジンコがうまく増えてくれれば、この茶色の色もですね薄くなってくれるんですね。すぐそれで種となるミジンコをどんくらいでしょうね、まあ、適当にこういうところもたくさん置くよ、よいしょ、これが種ミジンコですね。見えるかな、このうじゃうじゃ動き回ってると全部ミジンコです。こいつを入れときます、この中に、よいしょ、あとは待つのみっていう感じですけど、そうですね、こいつも、朝方はですね水面にめっちゃいるんですけど、日中はですね底の方に溜まっちゃってるんで、よし、こんなもんかな、ちょっと少なめですけど、もうちょっと入れとくかな、種入れときましょう。で、残ったやつはこの子たちにプレゼントですね。よいしょ。という感じでバン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 今ミジンコをですね、あげまくってます、この子たちに。